出金がウォレットに届きませんでした。支払い明細は古い情報です。運営からの返信。こんにちは、わかりました。しかし、あなたのアドレスは正しいブロックチェーンネットワークにないため、私たちがあなたに送った支払いはあなたに届きません。ご視聴いただきありがとうございます。八野でございます。今回はハッシュレートマインというね、マイニングで仮想通貨を2倍に増やすことができる、投資案件ですね。こちら投資して、出金申請してどうなったかということで、その後のね、結果を報告します。はい、でハッシュレートマイニング、どんなものかっていうと、簡単に説明すると、こんな感じで10ドルから100ドルのプランですね。はい、で100ドルだと1日で、で10ドルだと4日間かけて、ね、この元本を約2倍に増やしてくれると。でもう一つが300ドルから2000ドルのプランで、こちらは2ヶ月かけて、ね、ちょっとずつ毎日、ね、配当をもらって、2ヶ月後には倍になるという案件なんですけれども、これだけ高配当なので本当かいなということで、私もね、半信半疑っていうか、多分ね、詐欺だろうなと思いつつ、はい、やってみました。で、私はね、今回50ドルのプランですね、2日かけて、元本2倍にできるということですね。で、この投資した時のビットコインの価格が26,596ドルだったので、それで換算すると106ドルと、ね、50ドル投資して106ドルになって帰ってくるということで、ね、実際にやってみました。はい、で前回ですね、出金できるのかどうかということで、48時間なので2日後に、ね、出金できてれば動画作って報告しますよということだったんですけれども、1週間くらいね、ちょっと時間かかってしまいました。でその理由は、結局出金できなくて、出金できてればね、すぐに動画撮ったんですけど、出金できなくて運営とやり取りしているうちに、1週間経ってしまったということで、結局、出金できませんでしたというのが結末です。はい、じゃあですね、実際に、出金までの経緯を簡単に整理して報告していきたいと思いますけど、まずですね、前回ね、50ドルのプランに投資してちゃんとね、このプラン購入できましたよと、成功しましたよということでメールが来ました。でこの後ですね、出金しようということで、まず財布ウォレットの方ねからウォレットアドレスを入力しますと。はい、で今回ね、私トラストウォレットの方のアドレスを入力しますと。でこのトラストウォレット、いろんなフォーセットからね、ほぼ毎月のようにこうね、ビットコインを入金しているウォレットなので、私のフォーセット専用ビットコインウォレットですね。はい、でこちらのアドレスコピーして、今回のね、ハッシュレートマインの出金先に指定しますと。はい、じゃあね、実際に出金してみましたと。撤回するから今すぐ撤回通していただいて、でこちらのボタンですね、 0.004BTC 溜まってますので、今すぐ撤回というボタンを押しますと。はい、そうしましたらね、ちゃんとウィズドローリクエストサブミッティドサクセスフリーと、ね、出金申請は、ちゃんと、ね、成功しましたよということ でこれが19時11分ですね、届いていて、でその後2時間後くらいにこんなメールが届きました。 Withdraw request has been proceeded and your money is sent ということで、ね、出金申請がちゃんとね、処理されて、あなたのお金は送られましたと、いうことで 0.004BTC が送金されましたと。でこちらにブロックエクスプローラーでね、ちゃんと証拠を送っていただいたんだなと思って、こちらのね URL をクリックしましたと。はい、でこれがブロックエクスプローラーということで、暗号通貨はですね、全部台帳にね、記入されて残りますので、こうやってね見ることができますとね、誰がいつ送ったかと、いうことで、でですね、こちらね、9月25日に処理されてるはずのものが、このブロックエクスプローラー開いたら9月5日の、ブロックチェーンの、ね、履歴台帳を送ってきましたと。でちょっとおかしいなと思ってね、下の方にこうスクロールしていって、いろんな人にねこう送っている履歴がたどれるんですけども、一番最後にですね、私の、ウォレットアドレス見つけましたと。で金額が 0.004BTC
BTC ではなくて 0.0003853BTC ということで、あれこれなんだろうと思って調べてみたらね、私が9月5日に他のねフォーセットサイトから着金した時の金額ね、つまりこのブロックエクスプローラーで送られてきたね台帳はこの9月5日の私が前に受け取った時の台帳であって、今回の9月25日にね運営が送りましたよと言ってる台帳とは違うものでしたと、はい、いうことなのでね、運営の方にねちょっと違うぞということで、はい、まあ文句を言ったっていうかクレームをあげましたとね、サポートからオープンチケットで、でこちらにね、着金しませんよと、で送られてきた台帳も違いますよということで、はい、ね、メッセージを送りましたと。でチケットが発行されて、で1日くらい経ってですかね、はい、回答が返ってきました。はい、でこちらにねメールに、チケットの回答をねしましたよということで、チケットの中身見てみますと、はい、こんにちは、わかりました。しかしあなたのアドレスは正しいブロックチェーンネットワークにないため、私たちがあなたに送った支払いはあなたに届きません。現行および新世代のウォレットアドレスを使用してください。尊敬するということで、ね、私今回ね送ったウォレットアドレス、いろんなフォーセットサイトからね、先日も9月5日に着金したばかりなので、別にあのねアドレスがおかしいっていうことはないにもかかわらず、ね、あなたのねアドレスが古いとかねおかしいよということで着金しなかったのと、あなたが悪いんだよというような、はい、言いっぷりでした。でこの後ですね、いろいろやり取りしたんですけども、まあ結局ね、向こうもね、全然ミスを認めずっていうか、まあもともとね出金する気なかったんでしょうね。はい、ということで結果的にはね出金できませんでしたっていうのが今回の結末です。はいね、でちょっと整理しますけれども、運営はまあ送ったと言ってるんですけども、ブロックエクスプローラーはまあ古い情報でしたと。でブロックチェーンっていうのはね、すべての取引が台帳に記録されるので、まあもしね届かなかったとしても、ちゃんとね運営の方が送ったという履歴があるのであれば、それがね記録されているはずですと。はい、ね、でこの記録をね公開してほしいということでねやり取りしたんですけれども、結局送ってもらえなかったんですよ。公開してもらえなかった買ったんですよ。じゃあなんで公開できないかっていうと、ね、送ってないからですね。ブロックチェーンの台帳に記入されてない、要はビットコイン送金っていう処理をしていないから、ね、台帳は存在しないし公開できないんだよと、ね、いうことで、まあ、結論としては運営はまあ送金していないんだよということで、まあ、残念ながらねこのハッシュレートマインというプロジェクトに関しては、まあ、出金申請してもまあ送金されることはないという、まあ、要は詐欺案件でしたというのが今回の、はい、結論になります。はい、ということですね。まあ残念だったんですけれども、やっぱりねこういう投資詐欺ね結構やっぱりありますので、ネットにはね結構ありますので、まあ、こういうのにね引っかからないために、まあ、注意していただきたいなということでね、私なりのこうね意見をまとめてみました。やっぱりね1日で2倍なんてねやっぱありえないですよね。どう考えてもおかしいなと思って、じゃあどうやってね、やっぱりそうは言っても高配当のね投資ってゼロではないので、じゃあどこまでだったら大丈夫なのっていうことで、あくまでもね私の目安なんですけども、消費者金融の利息っていうのが今年利 18% なんですよ。だからね消費者金融から1万円借りたら1年後にはね1万1800円返さなきゃいけないと、まあこれくらいがまあ現実的な数字だから、これよりも大きいとね、要は消費者金融からお金借りて、で詐欺案件で運用して、ね、運用利回りで消費者金融への、ね、利息含めてお金を返せばいいじゃん。これが成り立ったら、ね、みんなこれやってますよね。でもそんなわけないですよね。やっぱりこんな年利 18% なんてなかなか、ね、捻出するの難しいので、やっぱりこの、まあ、一つの目安として、これ以上のやつは詐欺の疑い、ね、持った方がいいですと。逆に言うと、まあ、現実的にこれ以下の、ね、案件っていうのはやっぱり結構いっぱいありますので、まあ、そういうのはねちゃんと、はい、ね、どうやってやっぱり利益稼いでね、その会社とかプロジェクトが
どうやって稼いで利益を分配しているのかというところをちゃんと理解した上で、あ、こうやって稼いでるから投資している人にこうやって分配できるんだっていうのをちゃんと理解できたらね、多少年利が利回り高くてもね、はい、投資してもいいんじゃないかなと、はい、思います。まあそうはいえね、やっぱりハイリスクハイリターンの原則があるのでね、みんながみんなそんなね、高配当のやつだったらみんながみんなやってるはずですし、やっぱり全員がやってないっていうことはどっかにね、はい、落とし穴があるという感じで、やっぱりね、ちょっとこう怪しげに疑いの目を持って、ね、取り組むっていうのも一つは、はい、大事かなと思います。あとはやっぱりですね、こうネットで検索すると結構出てきたりね、まあそうじゃなくても友人とか知人にね、やっぱり聞いてみるとね、今回こう1日で2倍の案件あるんだけど、これどう思うって言ったら、まあほとんどの人は詐欺じゃないのってやっぱり言うと思うんですよ。で、そこでやっぱりね、人の意見を聞くか、まあ聞かないか、参考にするかね、ただこうね、自分一人だと、本当にこういう案件あるのみたいに思っちゃうんですけれども、やっぱりね、いろんな人の意見聞くと、もしかして詐欺なのかなっていうね、気づきがあると思いますので、まあ、一つはね、自分で調べたり、あとはやっぱりこう周りの人に聞くっていうのも、こう詐欺に引っかからないための考え方の一つかなと思いますので、はい、ぜひね、参考にしていただければと思います。はい、そして今日のね、オーバープロトコルのクイズの回答ですけれども、今日の回答はノンカストディアルウォレット、こちらをね、選びましたので参考にしていただければと思います。はい、オーバープロトコルのね、アプリについてはこちらの QR コードを読んでいただいて、ダウンロードして遊んでいただければと思います。で、ちなみにですね、今朝からなのかな、このね、オーバープロトコルのトップページにこのね、Take Today's Quiz ということで、クイズへのショートカットボタンが追加されましたと。これすごい便利で、これを押した瞬間にクイズに飛ぶんですよ。ね。で、これまでだと、一回このね、メニューを押していただいて、下のこのね、メニューを押していただいて、で、デイリークイズを押していただいて、で、今日のクイズスタートボタンを押してということで、このクイズ行くまでに3タップ必要だったんですけれども、ね、今日からこのトップ画面ワンタップでクイズに行けるって、これすごい便利になったなと思って、はいね、クイズ毎日やってる方はね、こちらのショートカットボタン使っていただければと思います。はい、でオーバープロトコルね、まだやってないよという方はぜひね、こちらの動画見ながらやっていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。